クラウディオスプトレマイオスの世界像に基づく世界地図。クリストファー・コロンブスのアメリカ公開の10年前のもの。初期の世界地図では人類によって作成された地図の中でも最初期のものから世界地理の大勢が判明する17世紀頃までの世界地図について解説する。地図は現代では実在する都市や地形などを図に表したものであるが、 初期の世界地図は必ずしもそうではなかった。昔の人々にとって世界は広く、遠方の地理情報を地図に盛り込むことは難しかった。そのため、人々は不確かな伝聞情報を書き込んだり、あるいは自身の世界観を反映させて、世界地図を作成した。どの方位を上にしているかは重要な特徴である。古代ローマ時代までは、北が上であった。 中世の世界地図はヨーロッパでは東が上、イスラームでは南が上、中国では北が上であった。どの方位を上にするかにも意味が込められていることが多い。ヨーロッパやイスラームの地図で注目すべき地理はインド、インド洋、カスピ海、ブリテン島などである。これらは多くの地図に登場するのでその作成意図を比較しやすい。インドの存在は ヨーロッパでも古くから知られていたが、旧大陸の南東端と考えられており、ほとんどの地図では、インド半島の先端からアラビア半島までの海岸線を、ほぼまっすぐな形で描いている。また、インド洋を内海とする考えや、カスピ海を外海とする考えも根強く、多くの世界地図で誤って作成されている。なお、古い世界地図を読む上では、どこまで合っているかだけでなく、 どこが誤っており、その理由は何かということも非常に重要である。また、初期の世界地図は必ずしも時代とともに正確になっていかなかった。特にヨーロッパでは2世紀に作られたプトレマイオスの地図の成果は長らく忘れられ、大航海時代を迎えるまではキリスト教的世界観に基づいた極めて不正確な地図が使われていた。日本においては南馬松太郎。 秋岡武次郎、池永武氏が集めた初期の世界地図などが神戸市立博物館に収集されており、多数、三好忠義の世界古地図コレクションに記載されている。バビロニアの世界地図。紀元前600年頃のもの。詳細は EN、バブローニアン、マップオブザワールドを参照知られている。最も古い世界地図は紀元前600年頃のバビロニアの世界地図である。 この地図は北が上として描かれており、その説明文がついている。二重の円が描かれており、内円の内側が陸地、外円と内円の間が海、外円の外側が対岸の陸地である。ただし、対岸の陸地は想像上のものであり、その説明も空想的内容になっている。内円の上半分に描かれた横長の長方形がバビロンである。 中央付近で南北に描かれた2本の線は、左がユーフラテス川、右がチグリス川と考えられている。ただし実際のバビロンには、チグリス川は流れていないので、この平行線はユーフラテス川の両岸であるとする考えもある。チグリス川の上流は山となっており、チグリス川下流の三日月模様はペルシア湾。 内縁下部の細長い長方形は湿地帯内縁の内側に書かれたたくさんの小縁は他の有力都市を表している。つまりこの地図は世界地図を意図したものではあるが現実世界と一致しているのはバビロンと周辺都市周辺地理のみである。アナクシマンドロスの世界地図の再現ミリシアの地理学者ミレトスのヘカタヨースはギリシャの自然哲学者。 アナクシマンドロスの地図を元にして世界地図を描いた。ただし、当時のままの地図は伝わっておらず、現存するのは当時の資料の断片からの再現図である。この地図によれば、世界の東端はインドであり、インダス川の存在も描かれている。地中海の描写はかなり正確である。一方で、周囲を海が囲っている点などは従来の世界地図と同じである。 ヘロドトスの世界地図の再現ギリシアの歴史家、ヘロドトスの時代になると空想を入れる習慣が少なくなった。一番の特徴は世界を取り囲む宴会であるオーケアノスの存在を否定したことである。ヘロドトスはエジプト、ペルシア、スキタイなどを訪れており、カスピ海が内海であることなどが正確に書かれている。一方でヨーロッパに関してはイステル側の流れですら、 不正確である。1883年に再現されたエラトステネスの地図地球の大きさを測ったことで知られる。エラトステネスは地球が休憩であることを前提に地図を作っており、地図作成に測量を利用した。エラトステネスの地図そのものは伝わっていないが、ストラボンが著作に一部を引用しているため、およその様子がわかっている。エラトステネスの時代には、 アレクサンドロス3世の遠征記録が伝わっていたため、インド付近までの地理が詳しくなっている。ただし東南アジアの描写はない。また、ヨーロッパについては、今日でいうグレートブリテン島などが描かれている。また、地図には、経緯線に相当する線が描かれている。ただし、今日の世界地図とは異なり、経緯線の間隔は一定ではない。15世紀に再現された。 プトレマイオスの地図。右側中央の三角形島は正論島である。詳細はプトレマイオス図を参照クラウディオスプトレマイオスは150年頃の著書ゲオグラフィアに世界地図を掲載した。この地図では等間隔に引かれた経緯線が描かれている。技法としては円錐図法が使われたことに特色がある。内容としてはアフリカが 赤道付近まで描かれている。また、東方はインドより、先のマレー半島まで描かれている。当時は時差を求められるほど正確な時計がなく、加えて、地球の大きさに、ポセイドニオスが求めたかなり小さめの値を用いたため、東西方向の距離が実際よりも長めに描かれている。この地図では、インド洋が内海として描かれているが、これについては、アフリカとインドで、 ワニやゾウなどの共通の動物がいたことからの誤解で、あるとする説、プトレマイオスは、正しい地図を作っていたがその写本が誤ったとする、説などがある。プトレマイオスの業績は結出しており、その誤りとともに、後々の世界地図にまで引き継がれた。詳細は、ポイティンガーズを参照ローマ帝国の時代になると、ヨーロッパの征服が進んだために、 世界地図にもこの地方の地理情報が盛り込まれた。この時代の原図そのものは残っていないが、16世紀の人物、ポイティンガーが原図を元にした副写を作っており、現代にまで伝わっている。ポイティンガー図の特徴は実用性である。図には、道路、宿駅、公液所、公船、巡礼地などが書き込まれている。ポイティンガー図は一応は北を上にして描かれているが、あくまでも、 都市と都市の距離を表した地図であるので、図中での収まりを良くするために、方位の点では著しく歪められている。距離は、図の形から、直接読み取るのではなく、説明文から読み取る。ポイティンガーズ。西は、イベリアから、東はインドまで。中央付近に、イタリア半島が描かれているが、図に収めるために、南北方向ではなく、東西方向に歪められている。ローマ。 コンスタンティノープルとアンティオキアの描写は豪華であるコスマスの世界地図。白い箇所は青い塗料が剥げたものであり、他の青い箇所と同様に水域である。キリスト教的世界観が浸透するとヨーロッパにおける世界地図の精度はかえって後退し、世界は幾何学的な構造であるという世界観が再び主流となった。550年頃、 キリスト教習同士のコスマスインディコプレウステースがキリスト教知事を書き地中海、航海を中心にした世界図を描いた。中央の褐色の長方形が一般的な意味でいう世界図であり、この長方形内の左に描かれている白い箇所が地中海、長方形内右上の小丸がカスピ海、下部中央の小丸が航海、下部右の小丸がペルシア湾である。 この長方形の周囲には古代ギリシア人が信じたオケアノスが青く描かれている。陸地部分にはアクスム王国、インド、スリランカなどが描かれている。この図の東方の縦長方形部分はエデンの園であり、全くの空想である。また、世界は球体であるというギリシア時代からの知見を否定し、地球平面説に基づいて作成されている。詳細はマッパムンディオ。 三章12世紀に復写された語源論に記載されているトゥーズ詳細はトゥーズを参照7世紀の神学者イシドールスは著書語源論の中に当時使われていた著しく簡略化された世界地図を収録している。これはトゥーズと呼ばれている。この図は円の中に t の字に水域が描かれているもので円部分はオケアノス、t の縦棒は地中海。 t の横棒の左半分はタナイス川、右半分はナイル川を意味している。タナイス川は黒海の北東を流れる大河で、この図ではヨーロッパとアジアの境界となっている。つまり上半分がアジア、左下がヨーロッパ、右下がアフリカである。この図は聖地エルサレムが図の中心に位置し、図の最上部に東の楽園エデンの園が来るように工夫されている。また、 この図に描かれているのは北半球のみである。トゥーズは現代にもいくつも伝わっている。1050年頃のサンスベールの目視録に載せられた世界地図スペインの修道士、リエバナのベアトゥスは著書サンスベールの目視録の中に世界地図を載せた。この図も東が上に描かれている。ただし現存しているものは複写なので当時のままの図になっているかどうかは不明である。 ここに挙げた絵は1050年頃に作られた副写であり、中央左の白の絵がローマ、右の赤い縦じまが航海である。左上の矢印模様はカスピ海であり、外目とされている。アングロサクソンズの模写現在大英図書館が所蔵しているアングロサクソンズは1025から1050年頃に描かれたものであり、イギリス国教会カンタベリー大主教のシジェリックの 横行等と関連して作られたと考えられている。この図の世界観もトゥーズと近く、世界を丸く、東を上に描かれているが、エルサレムは中心に置かれておらず、エデンの園も描かれていない。イギリスで描かれた地図だけに、グレートブリテン島スコットランドの島々、アイルランド、マン島などが詳しい。最上部中央の島は、スリランカである。左下の島トゥーレはここでは、 アイスランドである。左の島は、スカンジナビア半島を島と誤認したものである。マフムートカシュガリの世界地図カラハンの学者、マフムードカーシュガリーは11世紀、史上初のトゥルク書もアラビア語辞書、トゥルク語修正の中に、世界地図を収録した。この図は、東が上になっており、水域が多く塗られている。小さな丸印は都市である。 最中央がカラハンアサの首都ベラサ軍、北部の氷炭型の水域がカスピ海、最東部の水域に囲まれている部分はジャーバルカーと書かれており、日本国の御社ではないかでと言われている。その他にイラク、アゼルバイジャン、イエメン、エジプト、中国、ヒンドースタン、カシミール、ゴグマゴグなどが書かれている。図中の青線は河川、赤線は山脈を意味している。 世界の周囲は海に覆われている。この地図は現在イスタンブールのペラ美術館にある。カーシュガリーの地図に先行するアラビア語地理書での世界地図としては、イブンハウカルやイスタフリーの地理書に描かれている世界地図が知られている。これらの地図は、プトレマイオスの地理書や地図にイラン、中央、アジアなどの地形をもとに造法されたものだが、 カーシュガリーの世界地図は、ベラサ郡の周辺地域を中心に描かれており、同書が著者されたと思われるバグダードやイラク、中東やアラビア半島などの諸地域は、イブン・ハウカルなどに比べると、かなり模式化されている。口述のイドリースイーの世界地図も、基本的に、イブン・ハウカルやイスタフリーの地図や地理概念の延長線上にある。区域総用図区域総用図は、 南宋時代の中国で作られた世界地図である。ヨーロッパとは異なり、神話的、空想的な記述は見られず、地理と地名が書かれた簡素な地図である。また、早くも印刷物であったことが特徴的であり、印刷されていたために白黒の地図である。この地図は北が上である。また、文明世界と野蛮世界を区別することをも、 目的とした中華思想に基づく地図である。地名には同定されていないものもある。東には朝鮮半島や日本の地名が見られる。日本の位置には日本、山と八つと国が二つあるように書かれており、これは語気ではなく政治的な意味があるという人もいる。南にはチャンパ、チョ町、ラチョジャワなどに相当する地名が見られる。西には タリム盆地の諸国家であるローラン、クチャや聖火に相当する地名が見られる。ヨーロッパやアフリカに関しての記載は見られない。イドリース・スイーの世界地図アラビアの地理学者イドリース・スイーは、1138年に、ノルマン・オール・ジェーロ2世に、シチリアに招かれ、1154年に、当時の地見を集大成した、世界地図を作成した。ただ主原図は3.5、1.5メートルであったのに、 対し、現在伝わっているのは書籍に転載された小さな図ばかりのため、元の図がどれだけ正確だったのかはわからない。14世紀の歴史家、イブンハルドゥーンが著書、歴史除雪の中で、イドリースイーズについての解説を残している。イドリースイーズは、南が上になっており、中心はイスラームの聖地メッカである。南が上になっているのは、こうすれば、 イスラーム圏のほとんどの場所よりも、メッカを上側に配置することができるためと考えられているイスラームの世界観に基づき、全体としても各地からメッカへの方角を意識して描かれている。この図も周囲を海が取り囲んでいる。また、プトレマイオスズとは異なり、インド洋が外海であることが正確に描写されている。また、また、東西方向に平行に引かれた曲線は、 気候帯の境界を意味している。ハルドゥーンは、この曲線体よりも北あるいは南側には、人が住めないと説明している。イドリースイーは、プトレマイオスズを参照していると言われている。ただし、アラビア人が自ら確認した、地理情報を優先して作成しており、場所によっては、プトレマイオスズよりも、かえって不正確になっているところもあるが、かなりの独自性が伺える。 ナイルガー上流の湖の位置も正確に描かれている。この後3世紀の間、アラビアの地図制作者は、イドリースイーズをほぼそのまま模写した。エブストーフズエブストーフズは講述する、ヘレフォードズと構成が似た中世ヨーロッパの世界地図で、ある。ベネディクト会の修道院で1830年に発見されたが、オリジナルは1943年に消失した。 この図もトゥーズの一種であり、東が上で、上半分がアジア、左下がヨーロッパ、右下がアフリカである。上で11本の支流がある川は、ガンジス川であり、これが流れ着く東端は、エデンのソノである。ヘレフォード図詳細は、ヘレフォード図を参照中世ヨーロッパにおいては、キリスト教的世界観を概念的に示した、世界地図が多いが、当時の知見をできるだけ盛り込もうとした。 世界地図も残されている。これがイギリスのヘレフォード大聖堂に伝わるヘレフォード図である。ヘレフォード図も基本構成はトゥーズを踏襲しており、世界をアジア、アフリカ、ヨーロッパの3つに分けている。さらに東が上になっている。縦方向に描かれた地中海がヨーロッパとアフリカを分けており、アジアとヨーロッパの区切りはタナイス側。 アジアとアフリカの区切りはナイル側及び航海である。一方で、トゥーズのようにタナイス側とナイル側を無理につなげることはせず、現実世界と大きく矛盾しないものとなっている。これは、ヘレフォード図には十字軍などにより得られた地理的成果が盛り込まれているためである。ただし、この地図は世界をキリスト教的に解釈することを目的としており、当時の知見を盛り込んだにしては、 不正確な点も多い。書かれている地名を読まなければ現実世界の地理との対比すら難しい箇所もある。詳細が不明な遠方は神話に近いような内容も書かれている。アルワルディーズ。アラビアのアルワルディーも当時のアラビアの習慣通り、南を上にした世界図を作成している。世界観はプトレマイオスズの影響を受けており、インド洋が内海になっている。 カタロニア図の西半分詳細は EN カッタラニアトラスを参照等方見文録の情報や十字軍の遠征などによりヨーロッパの世界地図の正確さは大きく改善された。その一例が1375年に作られたカタロニア図である。特に十字軍は回路で方位地震を使って地形を測定したため地中海の輪郭は非常に正確になっている。 アジアの地形は、まだ、かなり不正確だが、アラビア半島と後海、ペルシア湾、インドの位置関係はかなり妥当となっている。一方で、アフリカの描写は、北部のみであり、この地図からは、希望本周りに航路があることは読み取れない。なお、この世界地図には日本に相当する島や地名は、描かれていない。今一強しり歴代国との図、詳細は、 根一強しり歴代国との図を参照根一強しり歴代国との図は1402年に李氏朝鮮で作られた世界地図である。これよりも前、モンゴル帝国が集めた地見をもとに中国でいくつかの世界地図が作られており、根一強しり歴代国との図はその集大成と言える。全体は M の字のような形をしており、一番右の出っ張りが朝鮮半島。 中央の出っ張りが中国と南アジア、左の出っ張りがアラビア半島とアフリカである。アフリカの上にヨーロッパも描かれているが、地中海が陸地と同じ色で塗られているためわかりにくい。ビアンコズイタリアの航海詞、アンドレア・ビアンコは1436年 29X38 センチメートルの世界地図を描いた。ビアンコズも東が上になっており、 エルサレムが中心である。世界は全体的に丸く、周囲は海である。ビアンコは後にフラマウロズの制作にも協力している。フラマウロズ。ここでは元の絵の上下を逆にして、北を上に表示している。フラマウロズは1457年から1459年にかけてベネツィアの修道士フラマウロが描いた世界地図である。の紙に描かれ、 疑惑にはめられている直径2メートルほどである。エルサレムを世界地図の中心から外している点で、従来のヨーロッパの地図の監修から外れている。この地図には、イスラームの影響が随所に見られる。まず、上が南になっている。アフリカは島として認識されており、ザンジバルやモンバサなどのイスラーム系の地名も多い。東洋の情報は、 東方圏文録、シンプギー島という小島が描かれており、これがヨーロッパの地図に日本が描かれた最初のものと考えられている。マルテルス図、マルテルス図はドイツの地理学者ヘンリックス・マルテルスによる世界地図である。この地図の特徴は、ポルトガルの航海家バルトロメウディアスが1488年に発見した希望峰の情報が盛り込まれていることであり、 シーデスピーランザと記されている。ベハイムの地球儀詳細は EN ・アーダフルを参照ベハイムの地球儀は現存する最古の地球儀であると言われている。作者はドイツの公開誌マルティン・ベハイムである。この地球儀には未発見のアメリカ大陸は描かれていない。その代わりにヨーロッパの西端と東洋の東端がかなり狭めて書かれている。ファンデラ 交差図ず、右が北である。上中央の島が新大陸の西インド諸島で、下3分の2が淡い着色となっているが旧世界で、真ん中がアフリカ、その右が欧州、下部がアジアである。アメリカ大陸発見により、直ちに世界地図が完成したわけではない。ヨーロッパ人は、しばらくの間、アメリカ大陸をアジアの一部だと考えていたため、 世界地図もその前提に基づいて描かれる時代が続いた。また、東アジア、東南アジア、オセアニアについてはかなり、後まで、不正確だった。詳細は、ファンデラ、交差図を参照ファンデラ交差は、スペインの探検家で、いわゆるコンキスタドールである。この地図は西を上に書かれており、最上部には、聖クリストホロスの像が描かれている。 この地図には早くも1493年に設定された強行死後線が描かれている。また、キューバを島としている点も特徴的であり、コロンブスの未発見である南アメリカ大陸は描かれていない。西端に西インド諸島が描かれているが、その奥地は中央アメリカではなくアジアであるとされている。カンティノズも、 ポルトガルの地理的発見を盛り込んだ初期の世界地図の一つである。この地図はアルベルト・カンティノの地図と名付けられているが彼の作ではなくイタリアのフェラーラ公の代理人をしていた人物がポルトガルから地図を秘密裏に持ち帰りこの人物が後にアルベルト・カンティノを名乗ったためにそう名付けられている。この地図の特徴は1500年にポルトガルの探検家 ペドロ・アルバレス・カブラルのブラジル発見とその後のアメリゴ・ベスプッチらの探検成果が盛り込まれていることである。バルト・ゼー・ミューラーズ詳細はバルト・ゼー・ミューラー地図を参照。マルティン・バルト・ゼー・ミューラーはドイツ南部の地理学者でアメリカが新大陸であることを突き止めたアメリゴ・ベスプッチにちなんでアメリカをアメリカと名付けた人物である。バルト・ゼー・ミューラーは1507年に観光した地図に 南アメリカ大陸を書き込んでいる。東洋の描写はまだ不正確である。P.D. レイースの地図の断片詳細は、P.D. レイースの地図を参照 P.D. レイースの地図は16世紀オスマン、帝国の将軍であり、地理学者でもある P.D. レイースの作である。ただし部分的にしか伝わっていない。大西洋の部分が残っており、そこにはヨーロッパ西岸、北、アメリカ、 ブラジルが描かれている。アゾレス諸島、カナリア諸島も描かれている。ピエールズのオーストラリア部分拡大図。フランスのピエールデスリエの残した地図にはオーストラリアに相当する位置に、それらしい地形が描かれている。ただし、当時西洋人はオーストラリアを未発見であり、この地形は南方の空想の島メガラニカの一部として描かれている。現実のオーストラリアとの関係は、 不明確である。メルカトル図。この図は、息子のルモンドによる1587年のもの。ネーデルラントのゲラルドゥス・メルカトルは、大航海時代になって得られた新しい地理的知見を盛り込んだ世界地図を作成した。メルカトルは、いわゆるメルカトル図法を使うことで、これまでの地図では航海の打角を誤りやすかったのを改善した。メルカトル図になっても、 東、アジアや東南アジアの形状は不正確である。また、この時代にはオーストラリアが発見されておらず、オセアニアの地理はほとんど描かれていない。また、南方の大陸は南極大陸ではなく空想の島目柄にかである。今夜万国全図今夜万国全図は、イタリアの宣教師、マテオリッチが作成した簡訳版世界地図であり、当時の中国人の世界観に、 大きな影響を与えた。1602年に北京で観光され、鎖国時の日本にも輸入され、世界についての知識の転居となった。右の地図は東北大学附属図書館仮の文庫所像のもので、中国語に読み仮名が振ってある。ブラウズ。この図は1664年のもの。ブラウ家はオランダの地図学者の一家で、初代ウィレム・ブラウ。 息子のヨハン・ブラウラが活躍している。ヨハンは1648年のベスト・ファーレン条約でオランダが独立したことを記念して大型の世界地図を観光した。ブラウの時代になるとディルク・ハルトクによるオーストラリア西部の探検などが報告されており、その一部が記載されている。オーストラリアの東部と 北アメリカの西部はなお不明であるが、想像で埋めることはせずに不明とされている。三好忠義の世界地図コレクションによると、この地図は1662年と記載されている。ありがとうございます。